どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日なんですけれども、リブロマンサーをね組んできたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。このね謎の儀式テーマ、これどういうテーマかっていうとですね、本のね力を使ってね変身していくっていう、まあそういう世界観になっていまして、これみんなさ本持ってるじゃないですか。このねなんか本の中になんかその封じられているなんかそのヒーローの力みたいなのを使って変身していくっていう、なんかちょっと若干アメコミチックなテーマになっていまして、儀式モンスターが一応ねまあエースというか、まあ、こいつらを倒していくという、まあそういうテーマになっているんですけれども、はっきり言ってですね、儀式モンスターあんまり強くないんですねあんまり強くないんですよ、儀式モンスター自体が。面白い効果はしてるのはいっぱいあるんですけれども、なんか相手ターンになんかめっちゃ妨害するみたいな儀式とかじゃないので、まあ儀式といえばね、ゴルフボールの擬人化されてるなんかモンスターとかがなんかすげえ強いイメージありますけれども、こいつらはなんかそこまでじゃないと。で、ただし火球モンスターの展開力がすごいんですよ、このテーマは。これ火球モンスターっていうか、まあこいつ上級だけど、このリブロマンサーの効果モンスター、これらがですね、手札の儀式モンスターを見せると特殊召喚できるっていう共通効果がありまして、でこれで、まあ、展開して、そのアドバンテージを稼いでいく。例えばファイヤーだったら、モンスターをサーチできると、特殊召喚成功した場合にね。で、ギークボーイだったら、魔法カードをサーチできる。で、マジガルだったらアイドルターンに儀式できたり、エージェントだったら自分の墓地からリブロマンサーのカードを回収できるという効果を持っています。でこの辺のモンスターをですね、儀式モンスターを見せることによって出していって、まあいろんな展開をしていくと。でね、今回は儀式を一応主軸に戦おうと一発目なんでね思ったので、そのディバイナーとかマンジュゴトとか入ってるんですけど、これ実はですね、これこいつがサイバース族になっていて、サイバース族儀式モンスターもいくつかいるんですよ。サイバース族のサポートを共有できるんで、例えば、まあ、新規で追加されたサーキュラーとかね、残機のこういうのを使ってなんか結構リンク軸にしても面白いと思いますし、いろいろね本当に強い動きはできるんですけども、今回はまあちゃんと儀式していこうという、まあ信条のもと、マンジュゴットと、デクレアリバイナーを入れてきました。これね、召喚権使わないんですね、このリブロマンサーたちの、このモンスターたちが。だから、ディバイナーとかマンジュゴットとかなり相性が良くて、まあ、召喚、判定召喚、特殊召喚に成功した時にね、基本的には効果発動できるような効果になってますね。この辺とかこの辺とかは。で、サーチするカードは基本的にはまあ儀式モンスターになってくるんで、まあ、この辺のモンスターですね。まあ、儀式魔法ちょっと今回入ってないんですよ、実は。入れてもいいと思いますけどね。はい。これね、儀式魔法なくても儀式できるんですよ、リブロマンサーって。で、それがフィールド魔法なんですけど、このなんかリブロマンサーライジングっていうフィールド魔法が、発動時の効果処理でリブロマンサーを持ってくるっていう、まあ、サーチ効果と、それから自分のメインフェーズになんかフィールドカテグだからなんかリリースして、リブロマンサー儀式出せるっていう効果があるんですよ。このライジングしかも2番の効果単一ありませんので、なんか効果の発動はこの2番単一ないんですよ。これカードの発動は単一ありますけど、2番の効果の発動は単一ないということで、なんか無限に儀式できるんですね、素材があれば。ということで、儀式魔法は必要ないと、実質。まあもちろんね、下準備とかとも対応してる、パターンがあるんでね。なんで、例えばさ、リブロマンサーの儀式ってね、ですね、今回実装されているやつ、これ、リライジングっていう、これに、リブロマンサーファイアースターターって書いてあるから、一応儀式の下準備とか対応してるんですけども、ちょっと枠がなかったっていうのと、まあ言うて、火球モンスターでね、この、ライジングサーチできるんで、別に儀式困んないから入ってません。でですね、展開上、マンジゴットが出せれば、結構ランク4につなげられるということと、あとこの、デクララディバイナーが出てると、これ基本的にはアークデクレアラー墓地を送ってレベル6になってるんで、6チューナープラス4で、なんか、バロネスが出るということで、ここのギミック以外に、バロネスのギミックとランク4ギミックが入っています。はい。これなんでかっていうと、何回も言ってるように、儀式モンスターがそんなに強くないんですね。このテーマは。そこまでその、なんかアイテムターンになんかやってくれることはないということなので、まあ、この辺のギミックが入っていると。でじゃあ逆に儀式モンスターじゃ何するのかという話なんですけども、上級モンスターのこのファイヤーバーストくん、これはですね、フィールドモンスター使用して、あ、これフィールドモンスター使用してなんか儀式したらなんかうんかんぬみたいな効果付与されるっていうのはベンデットと同じですね。でこいつは戦闘では破壊されず、相手に与える戦闘の命は倍になると。まあ強いようで正直この環境で弱いね。で一応のバトルフェイジョンに2回までモンスターに攻撃できるという効果と、儀式を除外すると墓地から、打点が200アップするという非常に可愛い効果を持っています。はい、かっこいいけどね。
見た目は。で、これね、デスブローカーくん、これが一応先行で出すモンスターで、これなんでかっていうと、これね、トラップサーチできるんですよね。あ、ちなみに一応1番でダイレクトアタックできて、3番でなんかダイレクト、精度ダメージ与えると相手のカードバウンスできるっていう効果があるから、一応1と3で除去もできるんだけど、2番のリブロマスタートラップカードをサーチするっていう効果が結構強くて、トラップカードがですね、あのテーマ内でちゃんと妨害になってるんですね。インターフェアだったらなんか何でも効果無効にして、フィールド上の儀式戻しながら手札か墓地から、リブロマンサー出せるってことで、1回使ったファイヤーとかギークボーイ出してまた効果使ったりね、相手ターンにとか、このプリベントっていう、これは、相手のフィールドのモンスターシンクロ融合エクシーズリンクの素材にできないっていうね効果にしたりとか、まあ、これ結構強いんですけど、まあ、この辺のモンスカードを、まあ、セットして妨害していくという感じの、動きになっていきます。あ、で、弁天はですね、あのリブロマンサー出すときにあのリリースすると普通にデクララディバイナー持ってこれて超強いんで、これ入ってます。で、リブロマンサーミスティガール、これは、モンスター効果無効、相手フィールドのモンスター効果無効効果を持っているのと、フィールド上のモンスターを儀式の素材にしたら自分のフィールドの儀式モンスターは効果出しにならないという効果がありますね。はい、可愛いですね非常に。あんまりなんだろう、積極的になんか出せるモンスターじゃないんですけど、特殊召喚成功した場合なんでね、だから相手らに出していくっていう動きは結構強いです、このマジガールでね。で、一番下級のこのリブロマスファイヤースターターってやつは、フィールドのモンスターを使用して儀式召喚したこいつが効果では破壊されないし、効果でも除外できないと、ミラージェイドも効かないし、サンダーウォルトも効かないしみたいな感じになってますね。で、攻撃力3000未満のこのカードが、存在している場合、相手がカードの効果発動するとどんどん200ずつ効果が上がっていくという、まあ、最大で3000ですねっていう感じになっていますね。うん、まあ効果読んでいただいたら分かる通り、あんまり強くないんですよね。あまり強くないですし、儀式を、しようとすると、まあ、サーチに妨害食らいまして、なかなか厳しいという話がありますんで、まあ、ちょっと、ランクまでは割と戦ってる感じでかなり厳しかったんですけども、かなりね。なんですけども、まあ、これ、主軸にするならこんな感じなんじゃないかなと思いますね。はい。でもね、残機サーキュラーとかそういうの入れて、戦い出すとこれ残機で良くないってなっちゃうと思うんですよね。多分なんで、まあ今回はこの、儀式修育で戦っていこうというふうに思ってます。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ行くぜ、リブロマンサーのパワーを貴様に思い知らせてやる。ちなみにサーチ妨害がめっちゃきついので、これちょっとこれ止めないで、止めないで、テラフォーミング止めないで、これこっちから先か、さすがに金剣発動3枚6枚除外するとなんか後々ねちょっとやばいことが起きる可能性がありますので、結局ねサーチテーマなんですよね、非常にねサーチテーマとなってますんでね、これに関しては、あ、マンジュゴットが来ていただいける、マンジュゴットか、なんか最近あの OCG の方では長寿ゴットとかいうやつなんか強化で来てたよな。あれ奥寿ゴットどこ行った、なんかその千字ゴット万字ゴットで千万一十百千万十万百万千万一応奥だよね。さ、次奥じゃない、奥字ゴットどこ行ったの、奥字ゴットいた、遊戯王にあれそんなやついなかったよな。ちょっとあんまり覚えてないけど、まあいいや。さあここでリブロマンサーファイの効果発動、リブロマンサーファイデスブローカーを見せつけて自身を特殊召喚していく。はい、増字厳しい、ゲボキツオブザイヤー受賞したわ。これはね、かなりきついので、儀式まで持っていくとものすごい量の特殊召喚をしないといけないので、これはねかなりね厳しいね。どうしよう、これどの妨害が一番質が高いかっていう話になってくるんだけども、これランマセットエンドは意味わかんないから、これランク4でホープダブルで着地してエンドかな、これが最低限なんじゃない、セット一応あるか、ライジングでサーチだけ入れとくか、リブロマンサーライジング発動して次のターンの一応、ファイヤーも確保しておこう。うららんのね、なるほど。まあでもここでうらら打ってくれるってことは逆に増殖する G が通るかもしれないってことだ、開始のターンの。 OK で手札は、相手6枚な、お前さ、お前の増殖する字許しちゃったんだから、俺の増殖する字も許せよ。マジで。マジで。許さないぞ、お前。これで、なんか、やめろ、なんだこれ。こうよ、やめて、やめて。
うわキモ、どんだけ引くあいつ、どんだけ引くんだよあいつ、どんだけ引くんだよ鬱陶しいんだけど、まあ、デッキ何か見てからにするか。これどうしよっかな。ドラグナー出してタイタニック出すと、もうあと1枚ドローされるんでしょう。いやー、石田レス、ドローされたくねー、ドローはされたくねー。あー、お前これ通せよ、通してやったんだから通せよ、マジで危ねークソ危ねー、これもう出すしかないわ。じゃあ旅路が出てくるんだったらもう出すしかない、もう行くしかない。これはなんかワンドロー嫌だとか言ってられない、さすがにグリフォンライダーとかいう質の高い妨害が飛んでくるんで、あの旅路だけは絶対にしょんないといけないから、タイタニックギャラクシーを特殊化して、このワンドローはもう仕方ない。いやまあね、先に出しとけって話もあるかもしれないですけどね、これワンチャン耐えれるかもしれなかったからね、ちょっとこれ難しいんだよね、これかなりでね。このね、タイタンギャラクシー君はね、効果の発動を止めれるんでね、これはさすがに強いと。はい、で吸収していく。OK。さあ、なんとか増殖する G が通ってくれたから、こっちも一応ドローはできるから、割と展開止まってくるんじゃねえか。フュージョンデスティニー。フュージョンデスティニー。OK。で、それフェニックスかい、あーオッケー、うらら来た、割と強い。いやこれ無限包容どこで打つかっていう話もあるな、ぶっちゃけ。デストリーフェニックスガイ君は爆破してくるんで、まあ、どれかを爆破してくるとは思うんですが、ターン終了。えデスフェニーの効果は何ですか、ないの、墓穴ケアとか。なるほど、でもそしたら墓穴そのセットを破壊すればいいと思うが、分からん、リブロマンサーギークボーイの効果を発動、デスブローカーを相手に見せつけることによって自身を特殊召喚、増殖する G は裏だけができる。来た、これは相手も増殖する G ビビったぞ。なんだこの増殖する G ゲー、これが噂のゴキュララっていうデッキかリブロマンサーライジング、そしてリブロマンサーライジングの効果を発動。リブロマンサーライジングは発動時の効果処理としてデッキからリブロマンサーモンスター一体を手札に加えることができる。これによりリブロマンサーファイヤーを手札に加えていく。そしてリブロマンサーファイヤーの効果を発動、リブロマンサーデスブローカーを相手に見せつけて自身を特殊召喚。そしてリブロマンサーファイヤーのモンスター効果、ファイヤーのモンスター効果によりまたリブロマンサーモンスターをサーチできる。リブロマンスターモンスターサーチしすぎだな、このデッキ。行くぜ。これでエージェントも手札に加えて全リブロマンスターを並べてやるぜ。まあ、ちょっとミスティカルがいないけど。さあ、リブロマンスターエージェントをデスブローカーを見せつけて自身の特殊召喚。特殊召喚のこの、何、展開力はすごいでしょ。このテーマね。そう。展開力は本当にすごいんだよ。でですね、リブロマンスターエージェントの効果。エージェントの効果でリブロマンサーファイヤーを開始、ファイヤー、ここからのマスカレーナ全然使ってこねえな、あいつ。デスペインの効果、デスペインの効果忘れてんじゃないの、あの人。なんか前のターンも使ってなかったし、デスペインの効果知らない、もしかしてこれ知らんやつ、知ってんのかーい知ってんのかーい、はい向こう、ちょっといけ、黙って、黙れ、フルル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 ルこれはなんか普通にこうしてでトラミアユニコ効果増ダブルアップチャンスを墓地送って相手のデストロフェニックス街をバウンス OK。 そして
サイバープチエンジェルを召喚し、サイバープチエンジェルの効果発動。召喚権余ってるで、結構ね、やっぱね、召喚権はどこに咲くかっていうのはある。ちなみに、俺は血迷ってデビルフランケンからのナチュルエクストリーをしようとしていたこともあった。なんかちょっと強いかもしれない。もしかしたら。召喚権は余るんですよ。だからなんかその召喚権を使う強いモンスターは入れとけばいいけど、まあ俺は儀式サーチ一応入れてるけど、これ例えばデビルフランケンとか入れて、なんか、ナチュラルエクストラ出しに行くとか、なんかそういう動きも一応できる。と思う。デスブローカーの効果。トラップカードをデッキからセットして、インターフェア。そして、アタック足りてるこれ。一応出しとくアクセス。ここまでね、展開力があるデッキなので、割とね、ちなみに儀式をね、全く使わずに、なんかサイバースで戦うみたいなね、構築も、多分できるとは思うんですけど、さすがにね、リブロマンサーは儀式デッキだから、儀式したいなという話がありまして、僕はこうしますが、いきましょう。6000パンチ。こいつはダイレクトできないから、モンスターには攻撃ができる。スーいけどれーちょっともうちょっと儀式モンスター活躍させてあげたかったな。あーなるほど、ファイルスタートがあると、裏が1枚で止まってくれないと困る。リンケージ OK。 あー同様の感じも OK。 いいね、なんかこの戦闘機が増えてる感じだから割といいですよ。このなんかそのリンケージのね、急な実装によって戦闘機使い関係みたいな。キモ、え、何かカイザークロシアも流行ってる、もしかしてこれ。なんかさっきもさ、なんか戦闘機でカイザーコロシアも貼られたんだけど、きつゲボキ。まあでも一応1000円前だったら抜けるか、普通に戦闘で。戦闘で抜けんな、エンド、オッケー。雫、あ、言うてそんな強くねえな、動き。まあ、これ、うららだ。消えろ。絶対にサーチャーさせねえ。次のターンなんてお前にねえから。わかんねえけど、あるわ。普通にあれだわ、カイザーコロシアも貼られてるから普通に無理だ。急に殺すプランは無理だ、多分これ。ミッドレンジしざるを得ない。これさ、これ、カイザーコロシアムってどうなんだろうな。これ儀式できんのかな、まあ、ちょっと一旦ね、リブロマンスターライジングを発動して、ライジングの発動時の効果が一人として、手札にリブロマンサーを加えるという最強の効果。ちなみにこの効果ね、ロックオブボークライと一緒って言っても誰にも伝わりませんでした。で、リブロマンサーファイヤーの効果を発動。リブロマンサーファイヤーの効果により、自分の手札の儀式モンスターを相手に密接することにより、自身を特殊召喚できる。こいつはちなみに打点が1800だから、こいつ自身で抜ける。うぜえ、黙れ黙れ、よし黙れ、よっしゃ。実質名誉リブロマンサーと言われてるね。リブロウララで、リブロウララで止めて、で、これでファイヤーを出して、炎の男、リブロマンサーファイヤーを出して、で、ファイヤーの効果によってリブロマンサーを手札に加えていくと。これは、さすがにデスブローカーしかねえか。デスブローカー持ってきて、臓器密売人ね。はい。ブローカー。ブローカーってなんか密売人みたいな意味だよな。あっちゃったっけ？これ一応ゲッシュできるんだから、普通に光ってっから。多分だから4で儀式してこのファイアサラ出すことできるんだろう、ね、いやーこれファイアク偉いな、打点1800めちゃくちゃ偉いわ。相手結構これ辛いだろさすがに。でゲークボーイ、ゲークボーイ効果、デスブローカーを相手に見せつけて自信を得しようか。なんかあんな、なんだこれ。このタイミングで光るって何、あの手札増殖するじゃもう打ってるから多分打てないでしょ。何あれ、あのカード、あのカード何、わからんわからん、なんだあの手札1枚、ガチでわかんねえな。リブロマンサーライジングを発動するぜ。リブロマンサーライジングの効果によりデスブローカーを儀式召喚する際にベンテンをリリースする。最強、これによりデスブローカーが着地、そしてリリースされた場合のベントゥーンの効果発動。ベンテンの効果により、デクレアラーディバイナーを手札に加えていくぜ。そして、デスブローカーのモンスター効果。デッキから、リブロマンサートラップカードを1枚セットすることができる。これにより、リブロマンサーインターフェアをセット。
そしてデクララディバイナーを攻撃表示召喚し、ディバイナーのモンスター効果を発動。何らかのカードをデッキから墓地に送ることによってレベルを上げ、そしてアークデクララのモンスター効果を発動。アークデクララのモンスター効果によりディブロマンサーミスティガールを手札に加えていく。そしてレベル4のファイアースターターにレベル6のデクララディバイナーをチューニング。シークロ召喚現れろ、フルートバロネス。よし、まあ、十分でしょこれで。でこれであのカイザークロシアムとかクソみたいなカード割って、ゴミカード割ってオッケー、測ってこいよ。ほらこれ一応ファイアーサラ出しとこう。リブロマンサーライジングのちなみに儀式召喚をする効果にターン制限がついていない。何度でも儀式ができる素材さえあればな。自分のフィールド上に存在するゲークボーイをリリッシュ、現れろリブロマンサーファイアースタート。ちなみにこのモンスターは相手がカードの効果を発動するために打点が200ずつアップし、そして相手の効果では破壊されず効果では除外できない。つまり相手のミラージェイドで除外することもできない。あ、ちなみにあの普通に戦闘で破壊されます戦闘効果では破壊されずとかだったら強いんですけどね、かなり相手になんか強制的な。あー、それはエリアゼロはいいか、エリアゼロは別にいいんじゃないでしょうか。エリアゼロはいいです。これ破壊されるとなんかあるんだもん、なんか持ってこれんだもんな。というかもう戦闘機モンスターいった特徴めんどくさいもんね。これはめんどくさい、これは非常にめんどくさいので、ここは一体スルーして、あの手札一番何、あああ、そういうことか、なるほど。あ、じゃあバロネスで止めて、ゼリアゼロの効果フェアか、こうしてこれでいいな。どうせフェアは後々リブロマンサーで回収できるじゃん。はい、で破壊して、でゼロ効果って言ってくるから、でここインターフェアで無効ね。はい、オッケー、神、もう何もできないでしょこれで。でデスブローカーを戻しながら、これでリソースも確保、インターフェア戻しながらリブロマンサーを墓地か手札から特殊召喚できる。ファイヤーですね。はい、ファイヤー特殊召喚成功値効果打点がかかる。でファイヤー効果でからリブロマンサーを回収していく。 OK、 いいね、 OK、 きたカモンカモンDDクローもうDD クローかわいそうだったな。あー、なるほど、何も引けてないのはもうしょうがないですよね。リビヨッコパーパレル、うわー、はい、伝統芸能始めました。伝統芸能で伝統芸能2体特殊からの伝統芸能、伝統芸能、あ、そっちの伝統芸能、伝統芸能だ。またわけわかんねえ盤面作ってんな、これ何がしてんだこいつ。凍鉄とかいうなんかよくわからん優勢出てきた。 IP マストレール、なるほど、肉声はあ、え、なんかあんま強くなさそう。何この謎盤面。いや、あれ流星の球種でしょ、流星の球種だったらなんかいけんじゃない、カウントできそうだけど普通に。え、流星の球種とマスカレーナだよね今。マンジゴット召喚、重力崩壊、え、相手がモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚するとき際に自分のフィールドの表が生じシンクロモンスター相手を召喚して、それを無効にしそのモンスターを破壊する。このターン相手はモンスターを召喚、反転召喚、特殊召喚できない。は？は？は？ふざけんな、なんだこのカード